こんにちは、ミミです。モカです。今回は、前回作った戦車を改良してみました。なんかごつくなったね。いろいろ改良したので、紹介していきます。まず、見た目の通り、増加装甲を上と側面に追加しました。スカスカじゃない?見た目はスカスカだけど、当たり判定的には板になってるよ。これのおかげで、防御力が向上しました。ダメージ軽減になるの?そうだよ、こんな風に打ち込まれても。中までダメージは通りにくくなります。壁は壊れてるよ。機能は失わないと思います。車体側も破壊されたのは壁までです。結構ギリギリだね。反対側だとちょっと不安です。じゃあ、AP 弾は防げるの ?AP 弾は大体防げます。さっきと同じ感じに打ち込んでも。ダメージ少なくね。ちゃんと防御すれば、AP 弾はこんなもんです。AP 弾って存在価値なさそう。AT 弾が強すぎるのが悪いです。ミサイルは防げるの運が良ければ、ダメージ軽減できます。とはいえ、あんまり効果はなさそうです。左が改良前で、右が改良版です。大差ないダメージって感じ。増加装甲をすり抜けちゃうことが多いようです。APS の位置も改良しました。APS が弱点になっていたので、前から見えにくくしてみました。前方投影面積が減って、被弾しにくくなってます。前から来るミサイルは防がないの?前からのミサイルは、装甲で受け止めます。正面装甲はかなり厚いので、ある程度は耐えられるはずです。前半分、全部装甲なのか。そうだよ。こんな感じで正面に打ち込まれても、重要な部分までダメージが到達しません。結構余裕な感じだね。車体は?車体も余裕で防御できてます。操作盤は無傷です。まあ、この戦車のほとんどは装甲だったりします。走る走行じゃん。もともと防御力重視だからこんな感じになってます。とはいえ、天板の防御はそこまで強くないです。なので、コープケージを搭載しました。こんな感じに、ドローンからロケット攻撃されても。まあまあ防げます。APS は片方なくなっちゃってるじゃん。まあ、これはしょうがないです。もし、コープケージがないとこんな感じで、走行不能なほどダメージを負っちゃいます。ボロボロだね。修理できなくはないけど、大ダメージです。バッテリーも破壊されてるじゃん。じゃあ他の戦車から充電もしないといけないですね。コープケージがあれば、この程度の攻撃なら内部は無傷でした。見た目はダサいけど効果はありそうだね。ダサいなんてひどいなぁ。創意工夫って感じで好きなんですけどね。改良したのは装甲だけ?内部のシステムも改良したよ。まず、索敵能力が乏しかったので、捜索レーダーを搭載してみました。レーダーで反応があった場所を赤点で表示してくれます。砲塔を向けやすいように、カメラが向いている方向も表示してます。それでも索敵しにくそう。ないよりはいいはずです。指向制御システムも改良しました。着弾する範囲を、この四角形で示してくれます。やっぱり精度は良くないね。着弾分布は、1000メートル先で10メートルの正方形くらいです。有効射程は1キロメートルとかそんくらいですかね。あとは、レーダー照準の精度を改良しました。前よりは戦車を狙ってるね。複数マージの車両への精度が向上した感じです。あと、ノイズフィルターのサンプル数も自動で調整するようになりました。ちゃんと相手の速度が計算できてます。前のはひどいな。思ったより精度が低かったです。前回、歩兵が意外と脅威だって分かったので、歩兵センサーも搭載してみました。こんな感じで、近くに誰かがいると方向を示してくれます。もっと遠くのやつに反応できないの?センサー的に10メートルが限界でした。レーダーとか使えばいいじゃん。もともと歩兵対策は、レーダー照準で倒すか、APS で爆破する予定だったんです。でも、結構前のアップデートで人がレーダーに映らなくなってることを忘れてました。レーダーに戦車しか反応してません。じゃあどうするの?対策はかなり厳しそうです。ストアの人って、まあまあ HP が高いです。アサルトライフルで攻撃しても、かなり耐えます。30発食らったのに9分も生きてるのか。下手なゾンビより硬いと思います。その上、飛行でも直撃じゃない限り、一撃で倒せることは稀です。防具なしでこれです。頑丈だね。まあ、そもそも戦車は歩兵の接近に気づけないと思います。じゃあ、戦車って対戦車歩兵とかで簡単に倒せそう。実際、レーダーに映らない完全ステルスだし、足は遅いけどかなりタフで、C4 で一撃必殺してきます。対戦車歩兵が戦車を壊す映像です。歩兵センサーが反応するの遅いね。10メートルしか検知できないからね。鳴った瞬間には手遅れです。改良型が一瞬で撃破されちゃいました。遅いこと以外、最強の対戦車ミサイルじゃん。常に走り続けたり、狭い場所には近づかないくらいしか対策がないです。と言っても、これは戦車単体での話です。他の兵器で対策すんの?そうだよ。
どうしよっかなって思ってた時に、ちょうどフォールアウトって曲を聴いてました。なんか不穏な曲名だね。ウォーサンダーってゲームの CM で使われてる曲です。これを聞いてて思いついちゃったんです。放射能を汚染した上で森を焼き払えば、歩兵は外に出れない上に、隠れることもできません。常時ハズマットスーツを着込んでいるのも無理でしょう。最低だな。でもこうすれば、歩兵携帯ミサイルが飛んでくる心配も、C4 にビクビクする心配もないんですよ。3秒で爆破か。ちょっと止まっただけでも危ないです。この戦術のために、戦車に放射線対策をしておきました。外部の放射線がわかるようになってます。点滅しているときは、ハズマットスーツを着れば大丈夫です。点灯しているときは、ハズマットスーツを着ててもやばいって意味です。防護服って、完全に防げるわけじゃないんだね。そうだよ。車体はもともと機密構造なので、中にいれば強烈な放射線も防げます。放射線って機密すれば防げるのか？ストアの放射線はそんなもんだよ。こんな風に、ガラス1枚でも遮蔽できます。今吹き飛ばしたのは、核燃料棒です。外は、ハズマットスーツなしなら2秒以下でダメージを受け始めちゃいます。でも内側はゼロというね。ってことで、次回はこれを利用した兵器を作ると思います。今回も改良型の戦車とか、捜索レーダーをアップしときました。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録とかしてくれたら嬉しいです。